はい、皆さんこんにちは、鈴木よしひろです。今回の動画なんですけども、腕振りについて解説をしていきたいと思います。で、過去動画でもね、幾度となく取り上げているんですけども、まあそれでですね、まとめではないんですけども、改めてですね、こうやってほしい、これはダメだよ、この意識はいいよっていう形の詳しくですね、解説をしていきたいと思います。腕振りというのはね、どれだけ大事かっていうのは過去動画でもね、伝えてきました。足で走るんじゃなくて、腕を振るということが重要になってくると。正しく腕が振れると肩甲骨が動くので、その分骨盤が動いてくるという形になります。でこれはですね、逆ですね。足を動かしても手は動きません。ですのでやはりしっかりと、まあ、骨盤を動かしたからという肩甲骨はねついてこないですし、逆に言うと同じ方に振れてしまうという形になります。ですので肩甲骨から振れれば骨盤が自然と振れるということは、最後本当に400、200のラストとかなんかは動かなくなった時に腕を振れっていうのは、最後まで走り切るために腕を振るっていうことが重要になってきます。ではですね、正しい腕振りについて詳しくね解説をしていきます。じゃあまずですね、腕振りなんですけども、まあよく聞くですね、このチョップとアッパーっていうやり方があるかと思います。で僕の過去動画でもね紹介してます。まあどちらかのリズムで必ず振るっていうことが重要になってきます。ですので下にですね、まあチョップっていう形で下に力を加えるのか、それともアッパーで上に力を加えるのか、これはね人それぞれですね。まずはですね、自分がどっちがやりやすいかっていうのをまずは見極めていきます。で見極め方としては、腕を前回し、そして後ろ回し、どちらが回しやすいかによってチョップなのかアッパーなのかっていうのがあります。はい。で前回しの方がですね、回しやすいよっていう人は下に力を加えることがやりやすいっていうことになりますので、チョップになります。はい。で逆に後ろ回しの方がやりやすいよっていう人は、上げる方アッパーの方がやりやすいという風に形になります。ここでですね、勘違いしちゃいけないのは、両方の腕がもちろんありますので、必ずどっちかに力を加えたとしても、そのタイミングで逆の手っていうのは上がったり下がったりしますので、まあどちらかに力を加えたとしても、片方は逆の力が働きますので、こちらがチョップにしたとしても、こっちで上げてくるときにね、アッパーっていう形になりますので、ずっとねアッパーとかね、チョップチョップってしてると動きがね変わってしまいますね。必ず力、本当に一瞬だけ力を入れるっていうことが重要になってきますですね。チョップで入れる場合はグングングン、この振った時、下ろした時に必ず反対の手もしっかりと力が入ってきますので、まあ、ずっとですね、振ってしまうとどんどん後ろになってますので、あくまでも力を入れるポイントっていうのは片腕ですね。下ろす時。で、こちらはその分だけ力を抜いている必要があります。力が入ってるとね、先ほど言ったようにどんどん後ろになってしまいますので、ここでしっかりと下ろす。これでチョップのやり方。で、アッパーの場合も一緒ですね。上がった時には逆側の手っていうのは下がってきますので、このタイミングで合わせていく。という形になってきます。チョップとアッパー両方のですね、意識をしたジョギングをね、していきたいと思います。はい。てな形ですね。今、チョップとアッパーのタイミングでの腕振りのジョギングをしてきました。で、先ほどもね、話をした通り、結局、こっち側にですね、まあ、下、上、チョップないし、アッパーでも力を加えるときに逆側っていうのは、反対の力が働いてますので、こちらで右手でですね、チョップをしたとしても、グッと左手はアッパーになってきますので、そこのタイミングだけになります。ですので、結局は両方の意識になるんですけども、ただその意識の仕方がアッパーなのかチョップなのかっていう形になっていきます。正しい腕振りをするために今チョップかアッパーなのかっていうのをやってきたんですけども、じゃあ過去動画でもね取り上げている通り、腕振りで何を気をつけなければいけないのかっていうのをですね、詳しくやっていきたいと思うんですけども、まずね一番多いのが、自分の体の後ろで振ってしまうっていうのが一番多いかと思います。
ですよね。やはり腕振り、肘を引かないといけないっていうふうにね、よく言われると思うんですけども、この肘ばかり意識しすぎると、後ろにですね、体の後ろで振ることになるので、気づいたらですね、後ろには引いてるけども、肘下まで伸びてしまうっていうことになります。で、そうなるとどうなるかっていうと、やはり、前に進みたいのに後ろに力が抜けてるっていうことになりますので、まあ前に進みたいにね、後ろに全部力をやっていく。逃がしているっていう風になります。で、極端なこと言うと、中高生に行くに多いのは、こういった腕振りをすると、一緒にですね、足も流れてしまいますので、まあ結局前に進みたいのに全部後ろに力がね、逃げていくっていう形になります。肘下がですね、伸びてしまうと足も一緒に流れるっていう風になっています。じゃあ、腕振りってどこで振ればいいのか。まあね、高くアッパーしすぎるとね、肩も一緒に上がったりしますし、今やった通り、下、肘を引こうと思えば思うほど自分の体の後ろで振ってしまうので、先ほどね、やったように足も手も流れていきます。じゃあ、どうすればいいのかっていう話なんですけど、基本的に腕を振るときっていうのは、まあ、先にね、肘を引くっていうのもすごい大事なんですけど、ただ、体は進んでいます。はい。体進んでいますので、じゃあ自分で引こうと思って体の後ろ、ここら辺で振っていると、さっきもやった通り、体進んだ時には、こういった形で、ね、引きすぎてしまう。ね、肩も少し上がって、肘は後ろにあるけども、肩上がってしまって、そのままで距離で伸びてしまう。っていう形になりますので、自分の体の横ないし、体の前、ここまでで十分です。ね。ここまでで振っても、体は進んできますので、今やったように肘がしっかりと引くような形になります。はい。まあ極端なこと言うとね、ほんとここら辺で振るイメージ。ね、基本的には、過去動画でも解説している通り、肘がしっかりとね、動けばいいですね。これをね、引く意識だけをしすぎてしまうと、先ほどね、動きになってしまうので、肘がしっかりと半円を動くような形で、前後にしっかり動くっていうことが重要になってきます。ですね、引きすぎるっていうことはしなくていいです。体の横で振るようなイメージ。で、極端なこと言うと、ジョギング、走りになった時は、引く意識をそこまで作らなくてもですね、体は進んでますので、結果引くよっていうことになってますので、腕振りをですね、腕振りを一生懸命後ろまで振るっていうのは必要ない動きというふうになります。今ですね、一本走ってみたんですけども、最近ですね、特に多い腕振りが今の腕振りとなっています。肘下は伸びてはいないんですけど、自分の体の後ろで振っているっていうのはかなり多く見られます。で、これっていうのは先ほどね、肘下は伸びてないんですけど、体の後ろで振ってますので、結局は伸びてなくとも肘の軌道がですね、しっかり前に持ってきてませんので、前に進むっていうことができません。で、これがですね、一部トップ選手でも、日本のね、トップ選手でもそういった腕振りをしている人がかなり多いです。中高生がですね、安易に真似してしまうと、自分の発信のバランスっていうのはね、崩れていきますので、必ず意識するべきっていうのは、前に進みたいっていうことですね。自分の体の後ろで振るのではなく、自分の体の横、ないししっかり肘で、前に体を持ってくるっていうことが、すごい重要になっていきます。ですので、何のためにね、腕を振るのか、ね、後ろに行きたいのか、前に行きたいのか、どこに行きたいのか、すべてはですね、足ではなくて、この腕振りによってね、すべてが決まってきますので、そこをですね、間違えないようにしてください。もう一つですね、女子選手に多い肩振りですね。男性選手ではね、少ないんですけども、女性選手、トップ選手を見ても、ほぼこういった肩振りでね、振ってる選手が多いかと思います。じゃあ世界のね、トップ選手、女子のね、トップ選手を見てみるとどうなってるかというと、まあ世界陸上、日本、オリンピックを見てると分かる通り、しっかりとまっすぐ振れています。じゃあ何が原因なのかっていうところをね、考えたときに、腕を振るための筋肉、三角筋、僧帽筋っていうのは、男子はですね、ウェイトトレーニングでしたり、補強っていうのができてしまうので、まあある程度筋力がついてゴリ押しすることができます。ただ、女子選手っていうのはやはりですね、そこまで筋力がつかない。そういった練習もですね、やってないとは言わないんですけども、まあ、やる量が足りなかったですね。負荷が低いですので、どうしても肩振りに頼ってしまうっていう風になっています。はい。ですので、女性選手もですね、まあ、男性選手と一緒で、ちゃんと懸垂をしたり、腕立て伏せができるようになる、腕を振るための筋肉をしっかり鍛えるっていうことが、この肩振りを脱却するためにも必要なことになっていきます。その世界陸上でしたオリンピックっていうところで戦っている選手の腕振り、女性選手の腕振りを見てるとですね、誰一人として肩振りしている選手はいません。
本当に日本だけだと思います。日本のトップ選手でも肩振りをしているっていうのはね、今のこの日本の現実だと思いますので、まあ、ぜひね、しっかりとまっすぐ振る、当たり前のことですね。まっすぐ振らなければしっかり前進行方向に進むことはできませんので、しっかりとねそういったことを意識しながら腕振りをするっていうことが必要になっていきます。ですので、まあ、正しく腕を振るためには女性選手もやる必要もあるんですけど、男性選手ももちろんやる、もっとですねやる必要があります。やはり海外の選手と比べてですね、この三角筋僧帽筋の発達というのは全くもって日本人はね、まあ、肩が小さいとかって言われたりしますので、まあ、自重トレーニングですね、ウェイトトレーニングでもある程度はね鍛えることはできるんですけども、あくまでもその腕振りにつなげていくためにですね、懸垂の肩甲骨も意識しながら僧帽筋、三角筋を鍛えていく、腕立て伏せでしっかりと自重でコントロールしていくっていうのは重要になってきますので、おそらく中高生の場合は腕立て懸垂やっていくんですけど、大学生、社会人になってもね、そういったものを地味な練習をやらなくなってきますので、ぜひそういった細かい練習もですね、やっていく必要があります。はい。てな形でですね、まあ、今回は腕振りに関して細かくね、解説説明をしていきました。まあ、結局はですね、まあ、後ろで振らないでくださいよっていうのと、体をね、通過してきますので、しっかりここら辺で振っても、グッと。正しい位置になります。肘をね引きすぎてしまうと後ろで振ってしまうことになりますので、そこまで肘を引くというよりも肘の軌道がどうなっているかっていうのを考えていく、そして力の入れるタイミングですね、それがチョップなのかアッパーなのかっていう話になります。これがずっと力入ってますと、さっきも言った通り、まあ、肩も一緒に動いてしまいますので、まあ、そこはですねならないように、いい意味でね力を抜いて肘だけにポイントを置いて腕を振るっていうことが重要になっていきます。先ほども話した通り、一部のトップ選手の真似を安易にしてしまうと、せっかく自分が作っていたできていた動きっていうのができなくなりますので、まあ、なぜね早いのかっていうのはもちろん個人差がありますので、トップ選手のね真似をすれば早くなるというわけではないですので、自分に合った動き、正しい動きっていうのをぜひね身につけて練習をねしてみてください。はい、てな形ですね、今回の動画は終わりたいと思います。ありがとうございました。